収録とか感じずっと続きますね。明日もだし明後日も。あー、ラジオ聞いてくれてた、ありがとう、嬉しい。まあ、今日は新曲のことについてって感じかな。疲れ、あ、全然疲れじゃない、もう眠い、なんか目がねしょぼしょぼする。うん、コメントが早くて読めぬ。そう、明日なんか大変っていうか、まあ、明日なんかちょっと新しく始まる何かをやるんですけれど、ちょっとね結構対応じゃないけど、なんて言うんだろう、その共演させていただく方がもう入った時多分きっと一生ご一緒ご一緒することはないだろうなって思ってた方と、まさかこう共演させていただけると思わなかったから、うわーやばいなって、めっちゃ明日失礼なこと、まあ、絶対言わないけど、なんかそういうことを相手にとってこう失礼って感じるようなこと言わないかなとか、大丈夫かなって、そこがすごく不安に感じる、そういう不安、めっちゃ怖い怖いっていうか、まあ、自分がね、その方がじゃなくて、そういう対応というか自分が間違ったことをしないかなっていう不安かも。大丈夫かな、すごく不安だ。まあそれは明日、あ、今日は収録、番組の収録やって、明後日もまた出させてもらったり、あと金曜日クロちゃんだね、クロちゃんのボートレースのアベマ TV、 はねっちゃん、ねっちゃん、ねっちゃん、くまちゃん投げてくれた、え、なぜねっちゃん、でも私さねっちゃんって呼んだことなくない、はじめまして、え、嬉しい、ありがとう、ねっちゃん、ありがとう、くまちゃん、あ、そうそう、あとなすなかさんの解禁になったもんね、なすなかさんのゲームキングダムまた呼んでいただいて、そう、前とはまたちょっと違ったメンツになってるけど、それもクロちゃんいるのクロちゃんいっぱい、クロちゃんになっちゃう。そうだから、また1ヶ月くらい、そう、週1でゲームキングダムも出させていただきます。るあと、この間お仕事ロケでチャレンジ茨城っていう県内でこうケーブルテレビとかでそう応援されてるものがあるんだけど、そこでもうロケ1日させてもらって、そう、1日茨城のロケを楽しみました。乗馬したり楽しかった。そう、結構なんかプライベートでとか旅行とかお出かけした時に乗馬をする機会がね、そう、何度かあったから、そう、乗馬ロケだったの。千葉は映る、 千葉テレビをつけたところで映りはしないんだけどケーブルテレビ、そう、まあ、でも乗馬できるって言ってもやっぱその観光客向けっていうか初心者向けのこう優しいコースって言ったらあれかもしれないけど、お馬さんがこうあんまりパカラパカラと走らないタイプの、一回ね千葉に行った時も乗馬したんだけどね、その時は
そう初心者コースだったはずなんだけど、お馬さんがこう広い九十九里浜だっけ、どこだっけかな、できるところがあるのね千葉に。もう海をこうあって、すごいすっごい広い砂浜で乗馬ができるみたいな。そう、そしたらもうなんか途中ですごいお馬さんが興奮しちゃったっていうか、テンション上がったみたいで、めっちゃもう爆走に近いぐらいびっくりした。あれはねちょっと本当に落ちるかと思ったテンションが上がっちゃってすごい走り出しちゃったの。やっぱ歩いてる時と走ってる時の揺れって全く違くて、しっかり掴んでないと本当にね、さすがにあれは焦った。そう、いやだから役者さんとか大河とかね、ああいうのに出てる役者さん本当にすごいなと思う。それでそう喋ったりさ、なんだろう、お馬さんってこう乗ってるだけじゃなくて、まあ、ああいうのはお馬さんがお利口さんだからコースとか覚えてたりするんだけど、やっぱ乗るときってこうこれを握ってこうお馬さんのこう顔をこうね、こっちだよって誘導したりとか、こっちに歩ってねとか、止まってほしいときは引いてとか、走ってねってときは足でトントンってやってあげたりとか。それをしながら、なんかもう体に馴染ませてないとさ、そういうものも。それでいてこう自分でういやーってやったり、でキングダムとかどうしてんのかなと思っちゃう。すごいよねあの数。あれどうだろう、こないだのまだ見てないから実際どうなったのかあれだけど、そうなんだ。あ、それは知らなかった。へえ、いろいろな技法があるのですね。白い馬さん乗ったこと、忘れちゃった。でもなかった気がする。どうかな、何回くらい乗ってる？わかんない、忘れてた。5回以上乗ってるような気がするけど。また乗馬してみたい。そうだ、なんか次は自分でこうこっちだよとか、なんかコース自分で決められるやつやってみたいな。あらかじめ決まってるところで乗らせてもらったから。りんちゃん綺麗。え、本当？ありがとう今日めっちゃ薄めのメイクにしたの、アイラインとか引かないでも。いつもちょっと顔がね違うでしょって言うと分かんないか、自分にしか分かんないかあんまパッチリな感じにしないかったの。あ、本当？今日のメイク好き。よっしゃさあ、あんにゅいな感じ。そうでも写真で撮ったりとかするとさすがにね薄く写っちゃうけど。すいた。アンニュイなんですか。そう、頭もねそう帰ってきてから直しちゃったけど。そう、ご飯食べて、ね、食べた。でもねちょっと早い時間に食べちゃったからね、ヤーリングしてる？してない。今はカービィ外しちゃったか。あれはあのメイクしてる時の前髪の形を抑えるためにつけてるやつだからね、
いつも街中ではねつけてないよ、あれ楽屋の中でしかつけてない。もう寝るだけですか。うん、でも明日のちょっとそのしんね、ああいうなんて言うんでしょうか、流れとか台本とかの言葉をちょっと自分でそう頭の中に入れないといけないからちょっと頑張ります。AKB の活動でたくさん見ねえ、ほんとねー、前も書いたけどさ、ほんねえ、なんかああこういう日々を私前まで過ごしてたんだなーって、めっちゃ帰ってきた感がすごいかも。もうずーっとさ、もう稽古稽古稽古、本番本番みたいな日々を送ってたからさ、なんか毎日こう何か違う演技とかそういうものじゃないお仕事がこう連日続くっていうのが、メンバーの友達でしょ、どういうことどういうことやねえ。やっとホームにね、はい、ドルドルしてますよドルドルしてないやつもあるけどね。どちらが大変ですか。うん、でもやっぱコンサートの準備とかになってくるとやっぱり9年間やってることだから、まあ、いい意味でこう焦ったりしないっていうか、あ、まあそれは今までこういろんなね壁をこう乗り越えてきたから、なんか あの時に比べたらっていうのが、いろんなあの時が、変なイントネーションだったね今、いろんなあの時があるから、経験もあるから、まあ言うてそんな余裕ぶっこいてる場合でもないんだけれど、そういうのが過去のね頑張ってきた者たちが自信とかにもなってるから、それはまあ大丈夫だっていう気持ちそれはそう。でもやっぱその演技とかになってくると全然ね経験が浅いし、そんな爆発、まあ今ちょっと増えてきたけれども、そこに関してはまだまだ、そう卵から帰りたてぐらいのうん、そこはまだちょっとね、そういう認識、うん、そうね。そっか、まだまだ頑張らないといけないなって感じだから。確かに体壊してない。確かに確かに。卵から帰りたてそう。今いろいろ吸収中というかね、挑戦中、お勉強中。健康管理、いや管理してない。まあでも好きにね食べたりとか、まあいい加減ちょっとコンサート近くなってくのでいい加減本気出せって感じなんですけどでもそれでこう安定してると言いますか、幸せ続きでいい加減ね、いい加減ねってところあるけれど、まあ、そのおかげで楽しくやれてるし、病むこともなくね、大事、ハートが一番大事よ。ここがねダメになっちゃうとなかなかね難しいからね。意識ないぞ、あんましてない、やばい。やむときはあんまそんなないよ、あんまっていうか、いやない、ほぼない。やる気がなくなるとかはあるけど、本格的にメンタルブレイクすることはない。息抜き大事。
部屋は綺麗になった。部屋の中にね、大きい机を置いてたんだけど、ダイニングテーブルっていうのかな、それをもう片付けた。ちょっといい加減ね、もうほんとレッスン出れてなかったり、なんか仕事かぶってて出れなかったりみたいな曲が何曲かあって、それを自分で起こさないとと思って、よく自分が踊ってるところにちょっとスペース作りたいなと思ってテーブルを片付けた。捨ててない。いや、普段絶対もうレッスン上でそういうことやるんだけど、多分もうレッスン上もうみんなもうリハ詰め詰めで飽きないなって感じなんだから、お家でやんなきゃって。結構やばいんだよね、私その振りを自分で起こさないとっていうものが。その都度レッスン場行くのも結構大変だなって感じ。誰かにサポートしてもらったりしない？あ、そのダンスとか。あ、今日だからさっきさ、ミュウとノロさんと一緒にラジオって言ってたんだけどさ、でミュウにちょっとここの振りどうなってるのって教えてもらったりしてた。爪爪、あ、でも爪爪なのこの1週間かな。この1週間とりあえずその収録とかを無事に終わらせたら私も集中できるかな。あ、そうなってきたな。9年前は何歳？ 17？ 入った時ってことだよね。17歳。怖っ、なんでそのスケジュールしてるの、怖いんだけど誰に聞いたのそれ。なんでみんながさ投資リハのスケジュールしてんの、怖っ怖いんだけど、なんで、なんで知っている、出るの、コンサート出るの、一緒に頑張ろうね。内通者全然通せないけど私スケジュールは当たり、やば話し会も、ああそうだね、お話し会あるね。ん、昨日、あれ昨日だよね、握手会やったの。あ、ラリザくんがなんか投げてくれた、なんかクマちゃんにかぶって何投げてくれたかちょっとわかんない、なんだこれ、何？なんだこれ？これ何かな？ハート？ハート。ごついハートくれた。ありがとう。ハート。宝石。ありがとう。ラリザくんね。期間限定のこれタワーっていうの？タワーなんだハートのゴツゴツタワー、ありがとう。なんか感動的に、あの多分最後のさ握手会が幕張のクリスマスの時の握手会でさ、そうだからまた次の握手会で感動的な
同じ場所で再会と思いきや、昨日思わぬところで握手会が再開という。おもろいね。あ、池袋でっていう。私ね、直前までずっとお渡し会だと思ってたの。 CD を買ってくれたみんなにありがとうって、お渡し会なのかなって。そうだから、それで指紋がついちゃいけないもんだから、この CD だから手袋とかなのかなと思ったら、なんか昨日が握手会だった。そうなんだっていうね。あ、本当だ、お城だ。どうして、今日そんな特別な配信じゃないよ。申し訳ねえぞ。コリンくん、ありがとう。ごめんね、そんな重要な話をしていない回なのに。ありがとう。ありがとうね。メイクが素敵だから、え、じゃ投げてもらえないときはメイクが素敵じゃねえってことになっちゃうじゃん。やめてよ。でも楽なんだこのメイク。出てまつげ何もこうしなくていいし、ちょんちょんちょんってマスカラホイホイってちょっとつけるだけでいいから、めっちゃ楽、時間かかんないし。ショールームちょっと濃く見えるからな。あー確かにそうかもね。まあこの照明とかもね、あ、待ってね。挟まないの？挟まないってなんだ。あ、これってこと？ビューラーってこと？ビューしないしない、今日は。そう、元からまあはっきりしてるけど、私の顔まで不思議だよね。はっきりしてるんだけど、なんか薄いっていうか、パーツの主張があれなのかな。私自分のこと濃いと思ってるんだけどさ、でも引きで見るとそうでもないみたいな、複雑。どっちかっていうとおべけ。え、そうかな、おべか。そうか、でもショールームはなんか薄く見える、なんかそれがいい。濃く見えない。そうかな、私の顔になりたい人、いや、いないでしょ、いないよ。ぜひ本物は幕張メッセ、私の代わりに宣伝してくれてる人がいる。ウェバース？ウィバースかな？まあ確かにそうとも読めそう。緑のアイコンのやつね。ウィバース。あれさ、すごいいい。画質が良い。だから、なんか、あげられなかった写真とか、ちょっと角度違いみたいなさ、そう最近ちょっとね仕様が変わってね、こっちの話になっちゃうけど、そうちょっとね載せやすくなったから、もう好き勝手に載せちゃってんの今。いや、なんか皆さん段だと
一番あれが綺麗に画質とかが結構そのままの状態で、まあ本当に自分が元で撮った画素数から、まあ、そのままかじゃないかもしれないけど、今私が使ってるなんかいろんな SNS 系の中もしかしたら一番いいまま変わらないまま送れるのがビバースかと思って、もう墓場のように私の写真フォルダのめっちゃもう載せたいの。ビバースたくさんのメンバーから通知が来るから大変、え、切っちゃえばいいじゃん。たくさん撮ってたらそりゃもう大変そう。私のなっちゃったらピロン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 って切れるの？え、切れるんじゃない？設定から。あー、なるほどね。個人とかないんだ。おー、うん、頑張れ解決する気ない応援するしかないわ。頑張って。いやだからウィバースが素晴らしきアプリということに気づきまして、いや最初から素敵だけれど画質のことを気づいた時に、あ、めちゃいいじゃんってなって、もし登録しなかったらなんか、いや、めちゃいいんだよって感じ755終わっちゃったけど、なんか第二のなんかそれを見つけたって感じそんなこと言わないで流量だがな、それは取らせて乗せるのは本人とご飯どっちがいい？本人、ご飯、景色、動物などなど様々でございます。載せたいけどでもまだ解禁前だしなみたいな写真あるから、それはまだ解禁されたらいっぱい載せようと思ってる。ねえ、猫ちゃん可愛かった。茨城行った時、茨城のロケ行った時のロケ先に絶対的に猫ちゃんがいて、いっぱい猫いた。写真撮れなかった猫ちゃんもいたけど、めっちゃ可愛かったな。なんだあれ、あの猫チュワン可愛いチュワン、癒された。もうスタッフさんもみんな猫ちゃんにメロメロになってた。猫ちゅわん、待って、誰か他にさメンバーやってるの？ショールーム。お腹すいた。うん。いや、最近私が知られてなかったからさ。最近だと誰かこの時間ショールームやってるのかなと思って。マチャリンやってるって。あれ？舞台中？本番中？あ、ハルピョンが今始まった。あ、割と少ないね。もっとやってるかと思ってた。
3人少な。まあでも最近ね結構遅いみんな、お仕事みんな日中それぞれあるから、夜ねリハーサルやってたりするからね。いやみんな今すっごい忙しいと思う、例外なく忙しいと思う。みんなまあ武道館ね終わるまでは結構こんな感じじゃないかな。まあ結構誰もみんな忙しいでござる。うん、いやーやっぱ3日分ってなるとね、セットリスト3つってなるとまあねっていうあんまり被ってる曲もねないからね、あんまっていうかもうほぼほぼないもん、被りがないから。その分結構ね、やったことあるっていう曲でもやっぱ普段と違うポジションでやったりするから、違うとこのポジションの振りを覚えないとって言って困ったり、まあ、私たちはまだいい方かも。私は9年やってたけど、でも他の先輩、まあ、いっぱいやってる人もいればって感じだけど、一回やったことあるフリーだったりするじゃない。それの思い出しっていうところもなってくるけど、多分17、18期の子たちはもうほぼ新規のフリーを覚えるみたいな、そういうレベルになってくると思うから、いやー今本当に大変な思い、まあ、これはきっとね誰もがこう通る道なんだけど、 AKB の洗礼っていう感じ、入りたての子がやっぱりここはねどうしてもね加入時期で行っちゃうとやっぱりそういうことが起きてくるから、まあ、これは誰もが経験することなんだけどね。え私フリーをこう新しいものを覚えるっていうこのなんか頭にこう慣れてくるまでにも結構時間がね、もうこれは本当に頑張るしかなくてね、辛いこの作業は初めはね。エイトさんはもうやばいよね、ほんとそれがそれすごかったな。私曲もね曲だったからね、もうホテルとかさ4人組の部屋とかで泊まってて、みんなめっちゃ夜までずっと部屋の中で踊ってたもんな。もちろんねあんま響かないようにこう足音とか押さえたりなんだり工夫してやってたもん。でダンス分かる人とかのところにみんな集まってさそこで教えてもらったりとかして、カレンちゃんのメッセージ動画こう、あ伝わった。やっぱカレン、そうそね、カレンちゃんの卒業公演ありまして、それであのまたエイトメン、あどうだろう、ちょっと全部は見れてないから他にメンバーいたかもしれないけど、まあそのエイトメンバーでこう、まあこれとはまあまあ言っちゃっていいのかな、それでいつもこうメッセージを送らせてもらってるんだけど、カレンちゃんってやっぱそういうところでさすごい毎回こうなんか工夫したりね、いつもそういうところでめちゃめちゃアイディアを出してさやってくれるから、カレンちゃんの時は私もなんかただこうメッセージ送るだけじゃちょっとあれだなと思って、面白かったちょっとどうにかなんかないかなと思ってあんな形になったけど、あ本当マストだったのでもカレンちゃんがねそういうの率先してこう盛り上げてやってくれたから、なんかそういうのねしたいなと思ったりなんだり
卒業の歌のパイオニアねえ、そういうねことしてくれ、なんか素敵な子だなってすごい思った。もちろん真面目なコメントも残しましたよ。なんか使ってくれてるのかわからないけど、まあ、ああいう時こそこう笑いに変えてこう楽しくねこう盛り上げられたらいいなって思うけど、兄ちゃんが言うの引き継がない引き継がない。いやこれ以上あんな卒業されても困っちゃうから、うん、なくていいのよそれは。引き継いじゃダメなのよ。新しい卒業者も出さないもう、うん、ああ取ったよ、うん。いっちゃん次はそうかならないで、ならないよ。もうなんかありがとうね、なんかそう言ってくれてありがたいけど、ならないから。うひえーねえ、ほんとだね、数にすると卒業者 30? 異常事態 30? ういげ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 。いやでも昨日だよね、なーみんちゃん卒業発表してめちゃめちゃびっくりした。なんかうーってなった。いやーもうほんとすごいよね、こんな連日さ卒業発表したり卒業公演があったりとか。いやーってうーん、でもこういうのさもねその一人の子だけじゃなくてそのさメンバーとメンバーの関係性が好きだったりさね、みんなだってその一人だけが好きって、まあ、それは私はとっても嬉しいなと思うんだけどさ、でもこの人だけっていう人って珍しいじゃない。やっぱりその好きな子が、まあ、一押しとかいて、その子と仲いい子も好きだなってね、この辺のグループ好きだなとかさ、そういうのもあるからさ、結構な、だからそういうつながりを見ていくとかなりのファンの人がね、一人こう卒業発表したりとか卒業することでさ、すごいもう心にこう矢を打たれたドーってなるよね。一押しじゃなくてもさ、その子と仲いい子がってなったりすると、うん、いや思うことはあるよすごく。りんちゃんはなんとかできませんよそれそれはそれはみんなの個人のね意思だったりさ、次に向かってってその子が決めたことだったりするから。思うことはめちゃ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 あるよ。ねえチームね。いやなくさなくてもいいじゃないと思うけど、まあ何かしらのねなんかがあるのでしょうから、いや別に AKB はあってもいいと思うんだけれどね。ねえ、本音が、いや本音も何もなんか私はもう普通にシンプルに
思う。別にね、あってもいいんじゃないのっていう。わかんない、私がそれを知らないだけなのかな。言えないやつだとかも何もない、わかんない。シンプルになくなると言われ、シンプルになくならなくてもいいんじゃないのって。そう、わかんない、私は知らないだけかもしれないけどねーっていう。批判とかそう、いや、そういうのも何にもなく、 100% の純粋な気持ち。りんちゃん、ゆなちゃん情報ください。ゆな？こないだ会って、ちょっと落ち着いたらご飯行こうぜって言って泊まってる状況。ゆなの情報じゃない。私たちのお約束のあれですけれど。ゆなは何してるかわからないけど。ごめんね、私たちの。まだ実現してないあれですけれども。約束、そうなのよ、行きたいんだけれどもなかなかねっていう。ひだやとも約束してるし、なかなか行けないのよ。そう、めちゃいろんな人とご飯行きましょうねって言ってるけど行けてないっていう感じ。ニョコもあったよ。ヨコと写真撮ったけど、でもヨコが自分のファンクラブかなに載せるって言ってたから、あ、そこで載せてるんだったら私そんなホイホイなんか簡単にあげたらあれかしらと思って。それで載せてないだけなんだけど、ヨコがなんかに表で出したら載せようと。だからってそんな素晴らしい写真かって言ったら、もう2人でもうご飯屋さんでこの画角にゲーって収まってるだけの。そんな写真だけれど、そうね、よくあれに出る、前にナオとかメグさんとかが出てた山犬っていう舞台、それが再演するらしくて、そうちょうどそのあれでその時に横にあってその話を聞いてたりしたんだけど、タイミングがあったら行きたいですね。そうなの、そうそう、私が前に出させてもらってた私は怪獣とかネオンキッズとか、それの演出、まあ出演もされてたけど、そう、そこの演出家さんがまたやられる舞台なんだけれど、ランリーは分かんないよ。そう、鹿さん、そう、そこで横がやるの。そうなんだ。あーね、ランリーね、何かデビュー、アイドル、なんだろう、アイドルではないのかな、ダンスとかやるやつなのかな。ねえ、なぎちゃん何してるの？私は北海道に帰っているっていう。そんなぐらいの情報しかないけれど。そうだよね、違う？
まるちゃん、まるちゃんってないな。まるちゃんってない。インスタだと地元にいるみたいらしいです。居酒屋やってんじゃない、居酒屋、居酒屋をやってるっていう、居酒屋さんであれじゃない、飲んでるんじゃなくて、そういう YouTube でしょ。ちゃんはね、時々、時々って言ったらなんか本当にめちゃめちゃってるみたいになっちゃうか。でもあの舞台を見に来てくれたりとか、そう。でもご飯食べたりとかもしたよ。まあ卒業生で言うと、私はやっぱ横とかひじちゃんとかと たまーに時々やったりするかな。わかりん合わないなぁ。しおりん合わない。しおりんだって今どうなるわかんない、どこにいるのかわかんないけど。あーでもあれだね、休止前のコンサートだったきりだね。あ、その前やってた。あ、でもこれ本人的にどうかちょっと分かんないから言わないでおこう。 その前にもね、あ、私が一方的に見かけたみたいな感じだけど。そう、あー、和賀さん。和賀さん会ってないな。和賀さん何してるかな。和賀っちょー、うん、ジェットコースターの中だからねとか言って。エイト面くくりで和がっちょって言っちゃった。まあね、和がっちょはもうエイト面ですよ、もう。タクッチョ、タクッチョ、タクッチョ、タクちゃん待ってないな。あのベリンは罪の女だよね。罪な女。いつもつるんでるの、おぐりくん、なんでおぐりくんって呼んでるの。まあでもやっぱ仕事柄ね、一緒になるのは多いのはやっぱ今でもゆいゆいかな。うん、ね、ミラモンとかでも一緒になれるようになったから多いね。でも私がさ、おぐぽんおぐぽんって言ったらなんか周りの人もおぐぽんおぐぽんって、いや私の呼び名だからってちょっと思ったりする。この間スタッフさん誰かもオグポンって言ってて、えって、それはどうなんですかって心の中で思っちゃったんだけど。びっくり。なんかみんなのオグポン読みになってきた。それは浸透しなくていいよって、そう。やめて、私だけの呼び方だからダメ。言ったら真面目にみんな。別にそこまで、そこまでのあれじゃないけど。
ゆうって呼んでるの？ゆうも可愛いね。りんちゃんもファンミしてよ。いやしてるわ。ちょっと今年一ぐらいだけど。11月12日にやるの。そうでも告知用の画像を撮ってもらう、写真を撮ってもらってそれを出そうと思ってたのに、それを出す前に募集してた人数もう埋まっちゃって、そう今もうちょっと増やせませんって。その写真を出したいがためにみたいなところもあるけど、せっかく撮ったのに使う前に。そうね、ありがとね、すでに予約というかチケットを買ってくださったみたいな。もう当たってるってことだもんね。ありがたき、ありがとう。みんな盛大に祝ってとか言って自分から言うやついるかって、ね、そう多分ファンクラブ先行っていうあれでいいのかな。 それでファンクラブで、そうそうそう、してた分は、まあ、一時的な言い方になるのかしら。そう、それは多分落ちる人がいないようにそういう感じで、うん、応募してたんだけれども、受付をね。ハグできるの？ゆうなちゃん OK らしい。嘘でしょ？本当に言ってるそれ？いいけどいっぱいお金取っちゃうぞ。そうそう。なっちゃってる。ハグ会ですか？一回いくらにしようかな。みんながこう私を抱きしめたいっていう気持ちをそぐぐらいの、そんな値段にしちゃおうかな。やるんだっていうね。やらんわ、ダメ、みんなのりんちゃんだから。なんだこれ、萌え台詞みたいになってちょっと自分で鳥肌立っちゃった。ちょっとうわー。言わなきゃよかった、自分から言っちゃった。りんちゃん卒業しめてもそういうのやめてほしい。やめてほしい、だってやってほしいなじゃないんだね、やんないでほしいって言われちゃった。 ごめん、分かった、やらない。なんか禁止されました。ハグニキやば。ダメだって、まさかのみんなに禁止されちゃった。やろうかなと思ってたのに。ありがたいね、こんな私のことハグしたいって思ってくれてるの、やばい。ハグ禁止条例。キツバット会は全でやる、だってなんか私そっちの方が需要ある気がしてきたわ。やる？パチ。そっちならいいだって。あ、許可もらったわ、やった、やるか、やるしかねえな。バッ。ピンタは私の手が疲れちゃうから嫌だな、それは。一回いくら、いくらにしようかなとか言って。どんぐりのボタンください、やば。やらないよ、やだ。メンチ合戦、メンチ合戦やったじゃん。あれ何だったんだろう本当に。
あれをやるからって言ってさ、よっしゃ舞台見るぜってなった人いるの？あれあれあれ何だったんだろうね。いやでも実際やってみて、私の目の前にいた人はすごい楽しんでくれてるなっていう印象だったけど、わかんない、心の中ではどう思ってたかわからないけどね、なんかすごい特典みたいな感じで、そうメンチ合戦なんだったんだろう、あの名前はメンズーは？わかんない、忘れちゃった。もうさ、その舞台やってライブ終わってありがとうございましたって終わった後に、急いでマイク取って、ほらメンチ行くよみたいな感じでスタッフさんがこうさ号令かけてさ、面白かったな、みんな並んでほらって。じゃあ今日終わった後一言セリフ言うの誰だよねみたいなね、面白おかしい企画あれどっちの時やったんだっけ、めっちゃ覚えてる。あ、そうなんだ、ラインの時か。両方出てたの？うわもう記憶がもう、そうなんだ、やってたのか。え、なんだろう、好評だったん？それ両方やってたってことは嘘、絶対嘘困っちゃうでしょそんなの、当たっちゃった人。あーでもそっか、なんか抽選で当たった人の番号をお手伝いで来てくれた人がなんか言ってた記憶があるかも。でも一番最初の時とか抽選で当たった人かなんかポイントかな、なんか一緒にお茶会とかしたよ、楽屋があるお部屋に、なんかお菓子とかお茶一番最初の時の舞台当たった人がなんか一緒に本当、これ本当本当の話、これ青年館衣装のままだったっけかな、それ忘れちゃったけど、やばくない、いや本当にやったのこれ、嘘みたいな話面白い。でも多分当たった人にとってはさ、いい思い出になってると思うんだよね、なかなかこんなないからね、好きなお菓子とかなんかいやそういうなんかお茶会とかじゃなくてもうラフな感じ、好きなお菓子やって、なんでもありだね。話すの？うん、もちろんもちろん。感想電話、あ、それは覚えてるよ、覚えてる覚えてる、嬉しかった、終わった後にすぐに感想を聞けて。あーやってたね屋台、まあツアーだねそれはね、あれ面白かった、お祭りとかね。感想聞けるのいいね。うん、私はあの X でも X って言うと照れちゃうなツイッターって言いたくなっちゃう、 X で
なんか嬉しい感想とか載ってたら私スクショとか撮ってずっと撮っといてある。でたまに見返してこうわ嬉しいなってモチベーション上げたりね。ずっと撮っといてる。でもなんかそれを見ていい意味でなんか それに頼らなくてもあもういけるなと思った時には消すんだけど、なんかそれは自信がついただなって思う。すごくわかる難しい伝わらない。なんかこのあのシーンのあれが良かったみたいなとかすごい撮っといてたんだけど、自信がない時にそれを見るとあこういう風に言われてたんだなって、これを見れば頑張れるみたいな。そうそれでずっと撮っといてて、なんかモチベーション上がんないなみたいな時にそれ見て、なんか誰かが嬉しくメンバーが言ってくれた嬉しいこと、なんか動画とかになってたらそれもなんか画面録画みたいなことしてさ撮っといたりしてたんだけどさ、でもある時なんか急に突然それを見て、これ本当に悪い意味じゃなくてだけど、それを見ずともこう大丈夫だなみたいなやつはもう決して、あ大丈夫ってことは それに躊躇しなくてもいいってことは、あこれ結構もう自分で それに頼らなくても大丈夫なんだなって、うんそういうのでなんか実感したりする。売れすぎて残してるやつもあるけどね。私にごフォローごいいねされたかった。もうや今のあれしよう、本当にさやめてほしい出てくるのはなんか2つあるじゃん、あれ自分がフォローしてる人とこう何おすすめみたいな、あれってこの人知らないんだけどとかさ、全然関係ないこういろんなアーティストさんのこう出てきたりとかしたりするんだけどさ、たまにねこう見てあこれ面白いなって思ったり見たりするけどさ、だからたまになんかみんなそう出てくる時もあるの本当に。いやそれでさ間違ってフォローとかさいいねとかしちゃう時あるからさ、え出てくるよ、そうなの、それが狙いなの、いやそうかな、そうでそれで間違っていいねをして自分が気づかないままとかさ、全然悪いことではないけれども、なんかそのいいのをしちゃったことですごい誤解されるようなこともあるじゃない、まあ、例えばだけどこう悪いことじゃないけれどもこうアイドルの誰かなんかいいねとか、あ2人なんかここできてんのみたいな、なんかそういうこととか起きたらさ、そう相手にもなんか余計なこう迷惑というかさ、そういうのかけちゃったりとかしたらもう恐ろしくて恐ろしくて、そうだから私いいね使わないようにしてるの。あと入ったばかりの時かな、入ったばかりの時はやってないか、ツイッターやるようになってた時とかはもうスタッフさんに間違っていいねを押さないようにここで端っこでこうやってスクロールすると間違って押さないよとか教えてもらった。でもどうしても手が塞がってる時無理な時あるじゃない、めちゃめちゃ気使ってる私。そうだからもうそのタイムラインが2つできるようになってからはもうそれが怖くてもう別のアカウントを作った私、怖くて。
そのアカウントでずっと呪術廻戦のなんか見てる。そう、私の呪術廻戦アカウント、闇アカウント。楽しい。なんかやっぱさ、あのこういう漫画とかアニメのさ、ファンの人はさ、自分で書いたよとか載せるじゃない。そう、それを見るのとか、あと何、二次創作っていうのかな、なんか漫画とかも書いてる人いるじゃん。そう、それを見るのが、それとかってさ、いいねとかブックマークとかに残しておかないとさ、もう一生そう見つけられなくなっちゃうから、そういうので保存しておいて。あ、ファンアートだ、そうファンアートだ。いい、あれはとてもいいです。リストはちょっと分かっ、あ、でも一回使った。リストって何なんだろう、あれ。フォローしてなくても、そのそこを押せばその人たちのあのあれを見れるってことでいいんだよね。ね、あとね、別に自分からこんなホイホイ言う話でもないんだけどさ、あんまさ、食べ物とかのツイートってさ、そんな興味ないじゃない、いくら好きな人のあれって言っても。でもやっぱりご飯を食べたりすると写真を撮りたくなるわけ、記録用とか。でも載せるとこないし、でもみんなにとってはそんなに重要な写真でもないし、ね、自分が食べたものなんて人に自慢することでもないじゃない。だからもうほんと食べたものだけを淡々と載せる、私の食べ物の、別に誰も見てないんだけど、ただただ自分の食べたものを投稿するインスタグラムを作ったの。そう、私の闇アカウントに。それで後からそう自分が食べたものをこうやって眺めたり。うん、多分誰も見てないと思う。あ、うん、鍵ちょっと分かんないから、あれどうだったかな、どっちかちょっと覚えてないけど、まあでも誰が見てもそんなあの得するもんでもないので、私のただの記録よ。見つけてみろーっていう。私のそのアカウントの、プロフィールのあの写真、自分でご飯の飯飯って書いた雑なプロフィール写真。それをね、見返した時にね、あ、これどこで食べたって分かるように場所とかも一緒に載せてるの、ほんと記録用。お、特定班が動き出したぞ。すごいみんな心配してくれてるけど、私が大嘘ついてたらどうするの。
その後裸でお風呂に入るの。裸じゃなくお風呂に入る人逆にいるの。まあね、大体の人は裸になって入るんじゃないかな。それはちょっと逆に脱がせてほしいよね。服はあまり濡らしたくはないので、なかなかね脱がずに入る人はいないんじゃないかな。一緒に服洗うのかな。あーなるほどね、洗濯の手間が省けると。あーそれは思いつかなかったわ。切り抜きされそうな発言を見つけたらボコってやる。ボコってやる。許さないんだから。一応乗っかるスタイル。やめてよ、人のことボコったことなんてないんだから。ありそうな感じ出すな。ないよ、あるわけないじゃない。寝るわ、突然。寝る、ずっと眠いなと思ったけど眠いことを思い出しました。怖いよね、急に終わるから、うん、いい加減ちょっと明日の準備しないとなって思ったの。え？怖いんだけど、そんなにやってたの私。怖っ。え、ショールーム怖い怖い。時間奪われる、奪われた。スクショタイム？いやそんなのさ儲けなくたってみんな撮ってるじゃん。で変な顔の瞬間でも平気であげるじゃん。不思議だよ私は。他にもっといい瞬間の写真なかったのかっていつも思ってるよ。いるいる、全然いる。さ載せようと思った時、それが私、そのあなたが思う私の一番可愛い顔なのかって思う。あげるときはぜひそのフォルダの中で一番いい写真をあげるようね、載せるならね。バイバイ、おやすみ。お腹すいた。じゃあね。すごい長い時間付き合ってくれたね、ありがとう。バイバイ。スクショ撮らせない。